お疲れです。えー、今日は、えー、俺はこんな奴が大嫌いなやつなんですけど、まあ、嫌われる奴ってことだよな。まあ、嫌われる奴、うん、まあ、俺の嫌いか。まあ、俺の嫌いを中心に考えてもいいんですけど、まあ、こういうことしたら絶対嫌われるよねっていう話もあるんですけど、ちょっとまあ、最後にね、まあ、やっぱ、経営者になりたいなとか、そういう人が見るんで、 まあちょっと実際の対策じゃないけど、まあ、そんなこともちょっと話せたらなと思うんですけど、あの、あ、じゃあ始まる前に、あのチャンネル登録といいね、あの、してね、お願いね、<laughs> セミナー動画また頑張ってやってますんで、<laughs> ぜひあの、チャンネル登録といいねお願いします。えー、じゃあまず一つ目は、俺はこんなやつが大嫌いです。挨拶できない人が嫌い。 挨拶できない人が嫌いって言うんですけど、まあ、挨拶ってさ、まあ、みんな結構軽く考えてるんですけど、俺、前もこれ行ったことあると思うんですけど、俺ってあの会社で今でも一番挨拶、お声大きいんですよで。おはようって言ったり、まあ多分お客様なんか見てくれてると思うんですけど、お客さんのとこ行っても挨拶も得意だし、挨拶って本当奥深いと思うの。あのいろんなことでもね、ご飯食べに行っても、先輩のところの,その、俺、ああラベル上向けろとかさ、そうやって育ったんだけど、 あのー、まあ、今さ、こうやって YouTube 見てたら若い子たちが、さ、いや、そんな時代じゃないでしょって言うと思うんだわ。で、俺もそう、俺も若い時、本当そうやって思ってた。そのラベルだけじゃなくてね、いろんなことに対して、そんなもう昔の考えでしょと思ったんだけど、一つ言えるのは、今俺がま、40でな、60歳の時でも、50歳の時でも、70歳の時でも、お付き合いしていかないとあんわけじゃん。で、お付き合い、もししようと思ってんだったら、 やっぱその人にも合わせるしかないんだよね、挨拶って。でそうなるといろんな挨拶があると思うんだけど、今そんなもう若者同士でそんなことしないし、その逆に出せよとか、まあ、あると思うの。だけど、じゃあ自分がどこにそのポジションをしていくからと思うんだけど、まあ別にいいよって俺はどっかでね、サラリーマンやって IT 企業で働くわとかさ、まあ、そんな挨拶のねえところで若者しかいないところで働くし、別にもう大人なんかと喋る気もないし、喋りたくもないと。 言うんだったらいいんだけど、俺も別にね、じゃあおっさんと別に喋りたくないけど、だけどやっぱ仕事で会うし、まあ喋ってるとね、学ぶことやっぱ多いから、だからやっぱ喋りたいわけじゃん。それはね、誰でもそうだと思うんですけど、若い女の子と喋ってるだけが一番楽しいよね。だけどそれでは自分も成長していかないし、まあ会社も成長していかないし、 うん、だからまあいろんな人と会わな,会わなきゃいけない場面があるから名刺の渡し方一つでももうそれも挨拶だと思うので声が大きいだけが、まあ、挨拶じゃないからさでも俺は自分で考えてるのはもう挨拶たかが挨拶だから、あのー、あい声が大きいとかさ誰でもできることぐらいなんか俺はやろうと思ってるだけでだからまあ声大きいとかもそうだし「おはよう」とか「おやすみ」とかも。 まあ何でもそうだね。現場行ってもそうだと思うんですけど。まあ俺自身あのね。この社員が見とっても、嘘だろ、あいつっては、お前。だ言うことをはっきり言うとか、まあそれちょっと次に出てくるんですけど、あの、まあまず挨拶。うん。まあそれって大事だよね。で、ちょっとこれ道開けてくれますかっていうのも、まあその挨拶の一つだしさで。あとはまあね、社長、僕こういうことやりたいんですけどって、あの、怖くて言えないっていう人よくおるんだよね。例えば俺に。 まあ今、寺西くが見ておると、寺西くんがこうか、まあ、寺西くんだけじゃないと思うんですけど、その、いろんな人がまあ見てて、思うのは、その、なんちゅうかな、あの、例えば俺、まあ、この間社員と一緒に家具、まあね、あの動画の帰りについでにちょっと家具屋寄ってこうぜって言って、家具屋さん行っていろんなことを、まあ、喋って、向こうの営業マンとね、家具屋さんの。で、まあ、これもこれも買うとちょっと安くしてくれないですか、こうですよね、こうですよねって、まあ、ってるうちに、交渉術じゃないんですけど、やっぱ、 自分でいろんな人と、ま、社員とも喋るし、お客さんとも喋るし、いろんな営業もやった経験もあるしさ、こうやって YouTube で喋ってるのもあるし、現場で撮影でね、喋るのもあるから、いろんなものが俺の中にあると思うんですけど、その中で俺がこうやって喋ってることが、社員が、俺別に自然な感じで別に喋ってて、ま、当たり前だと思ったことが、その、ね、一緒についていった子に対しては、ま、びっくりしたと。すごいと。まあ、まあ、すごくないと思うんだよ。ま、そいつのレベルが低いだけかもしれないんだけど、ただ、俺が思うのは、その、 何でもそう仕事でお客さんとかいてもそういやお客さんがどうとか相手がどうとか、うん、経済がどうとか相手のせいにしてるっていうことは、まあ、中心が自分にないわけじゃないですか挨拶一つとってもでも俺はその絶えず安くならなかったらムカつくし自分が悪いと思ってるから自分をずっとこう改善してきたなな何十年か分かんないけど自分をこう変えていけばじゃあ社員ももっと働いてくれるんじゃねえか自分がこうしたら社員は もっと楽しく仕事してくれるんじゃないか。自分がこうしたらって、自分しか変えられないから、俺は自分を変えて、この挨拶、いろんな、まあこの YouTube でもそうだよね。腹立つ人もおると思うんだでも俺もあえてやってるし、別に。だから、ね、昼間の動画とか、まあれこれは金持っとるんだ、あれは、とか、もうしょうもないこと言うんだけど、まあそれで数字、やっぱ数字を見てるから、俺はね、絶えず。だから、 絶えず、その、十分しか変えられない。相手は変えられないね。アンチコメントがどうとかガチャガチャ言って、結局、あれ数字取るために、そのアンチコメントに対しても反論したけどさ、結局、ね、もうそんなやつは全く本当は気にしてないかもしれない。ところ、部分もある、やっぱり。本当にじゃ腹立ってんのかってうと、YouTube やめるもんね。言われてへこむとか腹が立って、クソバカラるわーって言うんだったら、本当はもう YouTube やめちゃってると思うだろうし、 会社なんかも辞めてるよねそれだって俺と同じだけ働けって言って働ける人いないし俺がね求めてああやれこうやれってうまくいくわけないじゃんみんなもねスタッフもだけど一つ一つ社員の成長を見ながらねこうしようかああしようかって言って厳しいこと言いながらやってって人の成長見てんのがまあ多分楽しいからやってんだよね別にうんまあ、だから挨拶っていうのは結構重要かなって うん、最初に出したけどまあ最初で最後ぐらいでもいいと思うんですけど、うん、結構重要かなと思いますはい、えー、続いてじゃあ自分のことしか考えてない人が嫌いああ嫌いだね自分のことしか考えてない人がおるけどねいっぱいおるよねまあ最近なかなかミンくなってきたけどうんまあいるよねで自分のことしか考えてない人が嫌いっていうかさまあそれさみんなまあね YouTube これ見てくれてる人って まあね、すごい人もおると思うんですけど、その、まあ若い子とか、まあうち、俺のね、こんな俺のつたない言葉を聞いてくれてるっていうのは、まあこれから独立したいなとか、会社作りたいなとかね、まあ今一人親方でやってて、ね、従業員これから抱えていきたいなっていう人が多いと思うんですけど、何てうかな、その、まあ、ポジションがあるわけじゃん。 その、今自分では、まあそう思ってないと思う。自分、俺はそんなことないって思うかもしれないですけど、その、俺でもそうだよね。上の人から見や、こいつおめもこだよって思われると思うんですけど、あの、やっぱね、自分のことしか本当考えてない人っていうのは、あの、人の話聞けないんだわ。まあ人の話聞けないやつって言ってもいいんですけど、自分のことしか考えてない人って、このね、人の話は聞けない。で、俺も本当人の話、本当全く聞かないっていうよりも、俺は人の話聞くんだけど、 あの何うか,聞かない難しいんですけどちょっとフィリピンまあこの間前回フィリピンで会社やりますっていう動画作ったと思うんだけどあの俺はもうこの日本でもいろんな人にさ、まあ、話聞きに行ってフィリピンでもいろんな人に話聞いてで対外、まあ、やめとけって言われてんのフィリピンで会社やるのやめとけとでこういうことやろうと思いますああいうことやると思いますでもいろんな人がアドバイスくれるんだけどで そのくれたことに対して俺はじゃあなんでそう思うんですかとかね,ね,ねじゃあこれってどうなんですかとじゃあもうこうやめときこうだからあだからじゃあこれって何ですかっていろんなこともうとにかく情報をめちゃくちゃ収集してるから俺は人の話をき聞いてんだわめちゃくちゃただ俺はもう自分で決断してるだからもう俺はやるって決めたんだけどでも自分のことしか考えてないやつってさもう自分が会社やりたいと思ったらフィリピンでフィリピンで会社やめとけって言った瞬間もう聞かないんだわだって俺もなんか言っても 聞いてるふりはいっぱいおるけど、ああ、そうですね。ああ、はい、そうです。ああ、そうですね。社長の言ってることも一理ありますよね。ああ、そうですよね。でも、ああ、もうこいつ全然もう耳に入っていってねえもう俺そういうやつ喋んない。一切喋んないですけど、あもうい,いやもうこいつって。俺の大切な時間をこいつに咲く必要はねえやと思って、もう咲かないんですけど、自分のことしか考えてない。もう、人の話は聞けないやつって、自分のことしか考えてないんだよね。うん。で、俺はその、素直。 素直なやつってさ、やっぱ人ならし聞く。いっぱい聞いて。でも、自分で決断してやるんだから、今度さ、自分のち考えてない人のんかさ、本当にもう一人おるのはさ、一緒にじゃあ、こういうの儲かるから一緒にやろうよと。ね、で、一緒にやる。で、失敗しました。だからさ、お前のせいだってやつおる,おるわけですよ。 で俺はさあ、いろんな人に会社やろうって言ってこうやって声かけられて、まあフィリピンで声かけてくれてる人もおるんだけど、それがまあ、いい話か悪い話か分からんわけじゃん。やってみんってことには。だけど、もしかしたら悪い話でこけて何百万何千万って損失出すかもしれないよ、ね、会社で,で。そうなった時に、俺多分その人たちを責めやんこいつを信じた俺が悪いんだもんね、別に。それをなんか、ああって言われたもんで、こうだもんねってでも結構おるじゃん。一人親方の子でもおるよね。あの、 声かけてもらって、まあ、専属で職人一人親が出てやってる子って結構多いでしょ専属。まあで、うちで言うと、うち専属。で、まあ、俺が、まあ、囲い込もうとしてくるわけじゃん。あの、まあ、ええー、よ、予そなんかいかんねえってずっとうちの仕事やっておけよって。で、その子が、もうよそで、いやー、小林さんに囲い込まれとるもんで、俺、若いしもやとえへんし、よそもいけんのだわーって、グズグズ言ってたら、もう,そうもん、それもアホやもん。うん。だって、自分がそうしてんでしょ別に。 で俺もそう、いろんな人にやっぱ可愛がってもらえたから、もうええよ、もううち専属でやれよって5人、10人の時でも、そうやっていっぱい声かけてもらったけど、まあ、いろんな話とかぶつかったりもしたことある。いやー、僕はもう,うちょっと、ちょっと、こうなんで、ああなんでって言って、まあ、上手に話したつもりだけど、まだ十何年、十四年も五年も前だからさ、揉めてそれで、だ,だったらもううち来んなって言って言われたこともあるし、で、そうやってやって俺は会社成長させてきたんだけど、 別に自分のせい、それを仕事でもらって、お金取れんかったのもある。で、紹介してくれた人もおる。でも、その人も責めたこと別にないし、いや、もう酒飲んで文句ぐらい言ったことあるよ、てめメバカ野郎って言ったことあるけど、だけど自分を中心にやっぱ考えていかんと、自分中心とその自分,自分のことしか考えないのはまた別だよ。でも自分中心に自分の損得で考えていかんと、うん、まあ難しいよね。まあちょっと長なっちゃってましたけど、ちょっと続いていこうか。 続いて、うん、いい人が嫌い。まあ、これもまだ難しいんだけどさ、まあ、さっきの話にもつながるんだけど、あの、いい人って断れんでしょじゃあ、今日夜出てこいよって言っても断れんじゃん。俺、結構、まあ、いい人の部員に入るんですけど、まあ、いい人っていうか、まあ、言えないタイプ、案外、こう見えて。YouTube 上で、えらーとか言ってますけど、まあ、企画もあるでしょ、大体ね。みんな打ち合わせもあるし。だから、案外俺は人の言うことを、 なんか、まあ、断れないタイプじゃないですけど、でも、いい人だったら、俺も社員も守れんし、ね、怒らんかったら、ね、その人を、その、野放しにしてたら、それは従業員だけじゃなくて、上も。で、俺にこうしろ、ああしろってって、じゃあ値引きしろってって、あはい、わかりました。先輩の言うことだったら何でもやってきますって言って、やってたら会社潰しちゃうじゃん。で、人の生活守れないじゃん。でも、これ自分の方しか考えてないにも繋がるんだけど、いい人って自分の方しか考えてないよな。 で、いい人になりたい。だから、ひどいことも言えない。あの、下たなことも言えない。だけど、結果、いい人って、その時が余計や。自分が余計いいんでしょそういう人ってさ。だけど、俺が例えばお客さんに対しても、普通の人に対しても、まあお客さんで塗装でもそうだね。まあ俺はもう見積もれることないけど、よく昔言ったのは、ちょ、まとんでもない値段が来てる。とんでもない安い値段、とんでもない高い値段。いや、それやってもいいですよ、別にって。 で、やるならやってください。でも僕はこういうリスクあると思うんで、ちゃんと調べた方がいいですよ。うん。その中で自分でやられるならまあいいと思います。でも僕はもうこの値段、頑張ってもここでしか出せないんですよ。でも、そちらでやるならもうしょうがないことだもんね、俺もそれは。その人が決めることだ。俺は俺で自分の精一杯の提案出して予想行くことはもうしょうがないじゃん。だから俺は自分のパフォーマンスを、自分の伝えたいこと、自分の商品を100%伝える。 それにエネルギーを使うだけで、それでじゃあ予想いくことは仕方がない。高いところに行ったこともあるよね。ゼネコンとかやっぱハウスメーカーとか大手の方が安心だよねって。だけど、こういうことがありますよ。大手でこういうことが言われてますよ。それは自分の目で判断された方がいいんじゃないですか。ね、じゃあ安いところもそう。こういうことが手に来ときてこういうことがありますよ。それは自分でちゃんとその業者に確認した方がいいんじゃないですか。 っって言って言、まあ、その業者が嘘をつくこともあるかもしれないよね。いろんなところが。で、結局そっちで決めることもあれば、ね、ちゃんと調べて、釘刺したことで、ね、どんだけ安いところでもそうやって約束しよう、お前一筆書けや、って言ったもんで、もうそいつら一筆書か,かしたら、もう企業でもそこようにやるしかないもんね。例えば俺が、もし一筆書いたら、100年保証しろ、って言って。わ、わかりました。契約をしてたに書くかもしれない。俺はもう100年やるしかない。それはもう逃げねえんから、もう会社潰すしかない逃げるんだったら。 だから自分を守るため自分を守るためっていうか、うん、だってじ自分のいい人っていうのはその自分を守るためにやっぱりひどいことが言えない強いことが言えないだけど自分周りの人たちのことを考えたり、ね、この先のこともうちょっと先のことが見えたらやっぱ俺は厳しくしていかないだろうしね会社もではっきり言うことは言わなきゃなし断ることは断ってかんと YouTube でもそうよ うん、じゃあ、ね、こういうの撮った、ああいうの撮った、アンチに叩かれる、うん。だけど、俺はもう先のことを見とるもんね。じゃあ視聴者がこういうのを撮ってくださいって言って、じゃあ丸々そこに聞かないで。それ数字伸びないもん。この子はみたいなかもしれんよなって。だけど、これでやっぱ再生伸びないなら、俺はじゃあ YouTube に別にさ、遊びでやっとるわけじゃないから、チャンネル登録者増やして、まあ、別に収益狙ってるわけじゃないけど、収益欲しくて再生数伸ばしたいというよりも、チャンネル登録者増やして全国の塗装会社さん、足場業者さん、ボス屋さんと、 つながりたい。ね、建設業界のそのパイプみたいなのを作りたいっていうのが思いが今すごいはっきり出てきてるから、だったら面白いのもや,やりながらこういうセミナーもやって、いろんなことやってつなげよう。でもこういうのが見たいですよ。全部聞いてたので、ね、その子たちがもう離脱していくかもしれん。でもそれしょうがないことだもんね、それは。だけど、その目の前のことにいい人になっちゃって、結局じゃあ本当に大切なものを失ってないかいっていう人は、 まあ、俺嫌いだな。だって俺いい人って言われてるやつが一番嫌いかな。まあ、一番嫌いって言ったら失礼だな。まあ、挨拶できなやつが一番嫌いだけど。うん。って感じです。まあ、ちょっと今日の動画もまたなっちゃいましたけど、またね、今度面白い動画作ってきますんで、よろしくお願いします。えー、チャンネル登録といいね、お願いしますね。ちょっとまた朝のやつもどぎついやつやってるんで、あちょっとねあの、腹立つ人もいっぱいいると思いますけど、 一生懸命作ってますんでまた見てください。